立川バス、灰島営業所立川バス、灰島営業所は、かつて存在した、立川バスの営業所である、所在地は、東京都秋島市灰島町3丁目15番4号、分離市会社のシティバス立川灰島営業所が、敷地内に併設されていた。2018年7月1日をもって、水穂営業所と共に、福佐営業所に統合され、灰島総社場に降格された。 高松町営業所、砂川営業所に続く、立川バス第3の営業所として1963年に開設された、市境近くにあり、福佐市の熊川団地と隣接していた、立川駅廃島駅線を中心に、秋島市、福佐市、立川市、国立市の路線を担当していた、車番として付されていた営業所記号は H であった。 シティバス立川遠隔も参照以降の歴史及び路線については立川バスふっさ営業所を参照特記以外はすべて閉鎖時にふっさ営業所に移管された立川駅から松中団地灰島駅北入口方面へ向かう路線で歴史は大変古く1940年代には奥多摩新興の路線として運行されていた立住後は事実上の出入小便で 松中団地からさらに五日市街道を精神し、国道16号手前の灰島駅北入口まで向かう、立川市役所が移転、開設されたことで、市役所へのアクセスを図るために率14から2.14から 3, 率15から2を新設した。その後、利用客減少から率14が大幅減便、率15については運行休止とされた。灰島駅、 南口ロータリーが整備されたことで、2016年8月1日のダイヤ改正で、武蔵野から大目線、八甲線のガード下を経由して、廃島駅へ向かう率15から4.15から5が新設された。これにより、廃島駅北入口発着便が大幅に減便され、松中団地廃島駅間のアクセス路線が誕生した。 2018年7月1日のダイヤ改正で率15からには廃止された。立川駅から国営昭和記念公園北西部の都営大船団地東中上駅北方面へ向かう路線。かつては浄水営業所の担当で2000年10月1日の国立営業所閉鎖に伴う路線改変時に灰島営業所へ一貫された。経由地や 発着点が異なる枝番路線が次々新設されていったのが特徴で、枝番が整理された現在でも上級発着の他大仙団地東発や東中上駅北発が運行されている。もともとは西立川、東中上を経由して大仙団地へ向かう路線で団地建て替えに伴うこの時大仙団地立川駅北口間の急行便として 昭和記念公園構内をショートカットする便が設定されていた。その後、循環運行を東中神駅北側周辺部で折り返す形の循環になり、立川駅西立川東中神駅間を廃止した。2010年4月16日には、立川市役所が立川駅南口から現在地に移転したことにより、団地住民、沿線住民への利便性向上と、 駅からの来庁者対策のため、立川市役所経由便率16.16 16から2.16から3が新設された。大仙段地域は、始発から夕方まで市役所経由となり、立川駅域は、開庁時間から閉庁後数時間までが市役所経由となる。いずれも閉庁日含むすべての曜日において運行されている。2018年7月1日のダイヤ改正で率17。 は廃止された。2017年7月16日より、東中上駅北入口駅として運行されていた率16に、率17にが東中上駅北口交通広場に乗り入れ、西武蔵野と東中上駅北口をノンストップで結ぶ、新道経由の東中01が新設された。この東中01は、西武蔵野停留所。 従来の東中上駅行きと異なる大仙団地、立川駅方向の停留所から発車するため注意が必要である。なお、大仙団地線は立川シティハーフマラソン開催日の午前中のみ、砂川五ロ止まり昭和記念公園砂川口始発となり、大仙団地から東中上駅の間は運休となる。立川バスの前身である。 立川自動車運輸の創業時からの帰還路線で、立川駅北口と灰島駅を結ぶ路線。1993年3月16日から、灰島駅方面は営業所を経由するようになった。かつては、灰島駅発着便は少なく、大半は営業所で折り返していたが、2015年12月16日に、灰島駅南口のロータリーが整備されたことを受け、 2016年8月1日のダイヤ改正より日中を中心に、灰島駅行きと営業所行きを交互に運行している。1948年に、灰島福佐駅線を奥多摩新港より譲り受け、立川福佐間の運行となった。1950年には、福佐五日市間を運行する合王自動車と、相互乗り入れを開始し、1961年には、 ヒバル元塾まで延長された。また同年には、奥多摩新港との共同運行で、立川駅と奥多摩港を結ぶ、長距離急行バスも開通した。しかし、大目線、五日市線の列車増便や、道路渋滞により、1973年に、相互乗り入れが解消され、立川駅ふさ駅の運行に戻された。また営業所以北は、大目線と近接していることもあり。 1997年に、立川駅福辱駅の直通は廃止された。その後も灰島営業所・福辱駅の運行は、続けられたが短命だった。灰島巡管線や広明学園線のある、広明学園異性を除けば、立川駅へのアクセスが重視されている。秋島駅発着の秋島線、東中上駅発着の東中上線も本数が、非常に少ないが、2001年12月に、 秋島市、コミュニティバス、A バスが開業し、拝島駅、秋島駅、中上駅、東中上駅への足が確保されている。前述の通り2015年に、拝島駅南口のロータリーが整備された関係で、立82は、拝島駅方向の片方向を運行となり、立川駅方面は内で東を経由する立82から、2が新設された。島営業所バス停では、 営業所内のバス停配置の関係で一旦、営業所内に入り口内を時計回りしてから、バス停に到着するルートを取り、営業所口内を日常的に一般路線が通る珍しい事例となった。2018年7月1日のダイヤ改正で、立82はそれまでの立82から2の逆ルートによる運行となり、立82から2が立82に改版された。 立川駅南口から南下し、新奥多摩街道を精神する富士見町団地への足となっている。西武バスとの共同運行で、立川駅からは交互に等間隔になるように運行しているが、末端部の総車場が各社別々で終点が異なるため、共通定期券の適用区間は、立川駅南口団地西となっている。なお、終点の富士見町総車場は、実際は、 秋島志望地町に所在する。以前は、立川バス、西部バスとも、団地内へ入る便が存在した。また、2000年9月30日までは、国立営業所が担当していた。なお、富士見町奏者上議路線に関しては、灰島営業所入庫便に限り、新奥多摩街道場の専用バス停で、終点、改装となるため、奏車場内には入らない。2018年現在、 立川バスのみ深夜バスが運行されている。2015年5月1日より、乗降方式が西部バスとともに前乗り前払い式へ変更となった。これに伴い、一部バスの運賃箱が前乗り対応化され、外側面の出入り口表示がサボ化された。2011年11月19日に土、休日のみ運行を開始した。 立川駅南口では率72と同じ一番乗り場から発車する。西武便は前乗り中降り、立川便は中乗り前降りと乗降方式が異なる。運行開始時は立川バス水保営業所の担当で、西武バス側は立川営業所、反応営業所との共同運行であった。その後時期不明だが、西武バス側の担当は立川営業所のみとなった。 2016年時点で、立川バス側の担当は、水穂営業所から灰島営業所へ一貫されていた。さらに西武バス側では、時期不明だが、小平営業所と立川営業所での共同運行となっており、2018年3月16日の路線改編で更新された。西の路線図に、小平営業所の路線図にも反映された。西武バス、立川バス、 シティバス立川の三社ともに自社の割引乗車券は適用対象外。また埼玉県内の三井アウトレットパーク入間への直行バスのため東京都シルバーパスは使用できない。廃島駅を起点とし都営廃島町三丁目アパート格闘を循環する。廃島駅で運行は一旦打ち切られ駅をまたぐ乗り越しはできない。平成初期までは営業所折り返し日にやた線による 重複区間を含め、約10分間隔、あるいはそれ以上の運行頻度であったが、その後は運行キロ数が短いこともあり、本数が減り続けている。2003年に大半の便で経由値を増やす、要経路変更を行ったが、その後も運行本数は増えることはなく、勢いを盛り返すには至っていない。2016年8月1日のダイヤ改正で、立86が、 昇華田の方面を経由しなくなったため昇華田のを唯一経由する路線となり、廃12からには日中に毎時1本の運行となり、廃11の廃島循環は土曜1便のみとなった。2017年7月16日から新たに西部立川駅南口への乗り入れが開始された。温厚線は2000年に閉鎖された国立営業所からの移管路線で、 拝島営業所路線では口術の優勢循環と合わせて唯一国立市内に乗り入れる路線である。温厚立川六省間の一部道路が境外な関係で中型車での運行が主力となっていたが土曜、休日や検査時には中型ロング車のダイソーもあり、エルガ J が充当された例もわずかながらあった。立川駅南口を発着する国15から1は 立川駅南口の駅前再開発とロータリー整備の進捗により開設され、この時点で大部分の便が国15より移管され、定時性が大幅に向上した。灰島営業所へは後年開設された率86で出入港を行っていたほか、立川駅南口から改装の上で、富士見町総車場で中休みとなる運用も存在した。その後は国15から1が、 終日毎時3本程度の運行で主力となり、国2 5は土曜、休日のみ運行される、事実上の免許維持路線となっていたが、立川駅南口周辺の採事の際には、迂回扱いでほぼ終日運行されたこともあった。なお国2 5から1の、西木町1丁目及び、子供未来、センターバス停ポールは、京王電鉄バスのものを共用している。国20から2は、 羽衣循環を改変して設定された。名前の通り中央郵政研修センター周囲を循環しており、主に平日朝夕のみの運行となる。国20から3.20から4.20から5の区間便は出入港を兼ねており、奇襲店から拝島営業所までの間をチョーク、改装される。路線開設当初は浄水営業所と共同運行だった時期があったが、比較的短期間で、 拝島営業所の単独運行に変更された。国20から5は、平日朝の始発便のみの運行で、唯一最後区立駅入り口バス停を通る路線となっている。触れ合い総合病院は、旧、立川総合病院バス停だったが、立川総合病院の移転、及び跡地に、竹岡井触れ合い総合病院が建設されたことにより、2017年7月16日より、 バス停名を変更した。2018年7月1日のダイヤ改正で、国20から3、国20から4は廃止され、残りの系統は、浄水営業所へ移管された。詳細は、A バスを参照秋島市のコミュニティバス、A バスを運行受託していた。一般路線と同様に、屈差営業所へ移管。詳細は、当該記事を参照のこと。立川バス全体では、自動車、 三菱不走の2社が主流だが、灰島営業所では、日産ディーゼル製の大型路線車を集中配置していたことが特徴的であった。日産ディーゼル車は富士重工製車体で導入していた。立川バスでは、いすず車も富士重工車体で導入していたが、車番で判別が可能であった。いすず自動車製の車両は、2000年の 国立営業所閉鎖による、イスズキュービックの転入により増加した。その後2013年7月をもって、富士重工車体のキュービックは全廃となった。三菱製の車両は、クレハ車体時代から、三菱不装、エアロスターを多く導入しており、初代エアロスターは、エアロスター K、エアロスター M、二代目エアロスターを導入していた。中型車は、エアロミディ MK を導入していた。 過去には特定車として、東京都福祉局から移籍した、福祉輸送用のエアロミディ MM も在籍した。日産ディーゼル製の大型路線車は2004年までに、全廃。その後は主に、イスズ自動車、三菱不走の2車から導入していた。コミュニティバス用の小型車は、秋島市、コミュニティバス、A バス開業時に専用車両として、マイクロバスの三菱不走、ローザが2台導入され、 路線仕様で、車椅子用リフト付きの CNG 改造車であったが、二代目、車両の日の、ポンチョに代替された。また特定輸送用としてもローザが在籍した。日の自動車製の車両は、同じく、A バス用のポンチョ、特定輸送用のメルファーが在籍した。高速車のセレガは高速バス路線の移管に伴い、シティバス立川に移籍している。 立川バスの特徴的な車両として、2015年3月まで、日野、レインボー HR の OEM 供給車であるイスズ、エルガ J が H406、H407 の2台在籍していた。2016年時点では、イスズ車は、大型車のエルガ、中型車のエルガミオが在籍していた。エルガの H777 号車は、車番が37であることから、 登録番号も希望ナンバーで、たまに1 0 0は777を取得している。ラッピングバス以外で希望ナンバーの車両は、H777 号車のみである。三菱車は、エアロスターとエアロミディ MJ、エアロミディ MK を導入していた。また日産ディーゼルスペースランナー RA の OEM、供給車のエアロスター S も導入しており、 西日本車体工業製車体の車両はこの車種が唯一の導入例となる。ABCD 立川バス会社情報2018年7月1日、以前の営業所一覧、関連会社、2018年6月20日閲覧、アーカイブ、イズハット ABC 副社営業所の解説及び、ダイヤ改正等のお知らせ2018年6月20日、立川バス公式サイト、 2018年6月29日、閲覧。ABCDEFGHIJK。バスジャパンハンドブックシリーズ R65 小田急バス。立川バス BJ エディターズ。2008年9月1日。ISBN978 から4から434115653。ABCDE。バスジャパンニューハンドブックシリーズ31小田急バス。立川バス BJ エディターズ。 2000年8月1日、ISBN4 から795277966、バスジャパンハンドブックシリーズ S98 オ田ダキュバス、立川バス BJ エディターズ、2018年5月1日、ISBN978 から4から434246142、立川バスさよなら運転、第6弾、H715 車さよなら運転廃事前営業所。 所属富士重工 7E2 ステップ車さよなら運転を実施します2013年7月1日立川バス公式サイト2018年6月12日閲覧立川バスさよなら運転第7弾エルガ J さよなら運転イスズエルガ J さよなら運転を実施します2015年2月26日立川バス公式サイト2018年6月12日閲覧 ABC、運行経路、時刻変更、停留署名変更のお知らせ。2017年7月18日閲覧。灰島駅バス停留所移設のお知らせ立ちかは、バスシティバス立ちかは、2015年12月16日、2020年3月4日、閲覧。立71富士見町団地線ご乗車方法の、お知らせ2015年5月1日閲覧。 西武バス小平営業所バス路線案内図、西武バス公式サイト、2018年3月16日、閲覧、立川バス路線図2018年7月1日、改正立川バス公式サイト、拝島奏者上藍112、立川バス、拝島駅方面バス時刻表ナバタイム、2020年3月4日現在、ありがとうございます。